陣、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けると雛に話しました。できぬ約束をしおって。雛の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではな。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。乗れ。ヒナ。死角を捕らえるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。貞男から遠ざけるためであろう。全て筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。貞男が来ると踏んだのだ。
なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地ベテンテンお作家よ、立ち抜き助けて。させるものか。エルテイアシグランチ、血が止まらない。深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために堅くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたをヒナを埋めてやる。せめとものなさけだ。後ほど野営で会おうぞ。